ある日の舞姫授業1。あります。33ページ。関連はい、お願いします。ごちゃっちゃったんですけど、描くですよね。描く。そうなんで、ちょっとごちゃっちゃってて。あとなんかもうちょっと最初の忘れさせてあげるのにが、行け先が、するんですけど。そうですね。もっとなんか、ゴミのびっくりマークをもっと意識するべきですよね。で、何ってなって、うふふふふって、紙の方に行くんですよね。もう一回ここは、エリスから着せてもらえていないまでやらせていただいてもいいですか？で、描くで統一ですよね。失礼いたしました。描く、さぞや優雅であったろう。描かれた少女が服をちゃんと着てさえいれば。かわいい。もっと恥ずかしい姿にしてあげる。エリスは服をまともに着せてもらえていない。全裸ではないのがミソだ。すいません、こちらやったー。ありがとうございます。一諾を知り、この度辰巳先生の文学教室とコラボをさせていただくことになりました。第1章舞姫の時間を全編朗読をさせていただくという貴重な機会をいただきました。心を込めて登場人物の心情や世界観を表現させていただいたつもりです。ぜひ朗読全部聞いて、そして書籍にて目でも楽しんでいただけると幸いです。皆様ぜひ5月の11日